どうも皆さんこんにちは、マオと申します。今日はですね、このゲーム実況者カノというゲームをやっていきたいと思います。なんかゲーム実況やってる女性とお付き合いができるゲームらしいです。マジかよ、どうなっちゃうんだろういやー、でもあれだよね、趣味が一緒だからやっぱ話とか。この物語はフィクションです。暴力的性的表現が含まれるため、はあ、苦手な方はプレイをお控えください。はあ、なるほどなるほど、悪くないだろう名前を入力してください。あー、マジか、これ自分の名前入れられるのかこれ。じゃあマオカナタってなんか実況者いそう、知らんけど。入力が確定しました。よし、これもう俺として物語が進んでいくってことでしょ。やばいな俺イケメンだな、やべえ、奇跡だ、転生してるわ、異世界転生した俺。なんだこのファンシーな部屋、お前の部屋やべえ、違うのか。あ、お前ちょっともうお楽しみだったんかな。長い耳鳴りで俺は目を覚ました。長い耳鳴り、これあれじゃん、ストレスとかから来るやつだよ耳鼻咽喉科行って見た方がいい。ぐるぐると回る視界、痛い、頭が痛い、すこぶる具合の悪い体を起こすとだんだんと視界が晴れてくる。商店街、自分がダイニングテーブルで寝ていってしまったことに気づいた。うわ、また耳鳴りだ、また長い耳鳴りが響く。こんなところで寝て熱でも出してしまったに違いない。頭がガンガンと何かで打ちつけられてるかのように傷んでいた。これカフェイン不足とかじゃないのかね。あ、あ、え、おはよう。あ、喋る、すげえゲーム実況やってそう俺が起きたことに気づいた関西なまりの彼女、はあ、彼女がキッチンから顔を出して挨拶をした。あ、全部喋るわけじゃないのね。もうすぐできるからあとちょっと待ってな。幼く舌足らずな甘い声が関西弁で俺に語りかける。うわー、これなんかすごい理想の彼女はキッチンで食事の準備をしているところだった。時間を見ると、午後6時を示している。長いこと記憶がないためずいぶん眠ってしまったようだ、うん、どうやらもう夕飯時らしい。飯作ってくれてんじゃん、やば。カノナ、早めに、今日は早めに配信するからご飯も早めに作っちゃった。はあ、おいおいおい、そうか、お互い配信するからお互い配信部屋の防音室なんかを作っちゃったりしているわけだね。はあ、ピンクのフリルがついたエプロンはまるで彼女のために疲れたかのようによく似合っていた。めっちゃ褒める、好きなんやな。交際してまだ間もなく、カノがこうして俺のために食事を作ってくれることに幸福感を覚える。はあ、あ、幸せそうですね。彼女は自分の料理をうまくはないというものの、一人暮らし時代がなかった俺にとってその手料理はいつも美味しく、おい、幸せの幸せじゃん。ああ、何これ、胃が、うっ、同じ経験をしたことのある男性には分かってもらえるだろうが、キッチンに立つ彼女を見ているとどうしてもちょっかいを、ああ、もうこれはちょっかいのやつですね。何、なんか企んでるやろ。おーおーおお、分岐来るか。ちょよし、そっち行ってもいい？ふうダメ、ほ、危ないやろ。おー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 おおおお、近くでふざけたらあかんねんで。はあ、そうだよね、危ないもんね、火事になっちゃうからね男はいくつになってもお子ちゃまやからなお子ちゃまって言われてえな。カノは頬を膨らませて食事の準備を再開してしまう。そんな姿も可愛いな、やかましいわ俺はおとなしく料理を待つことにした。マオ暇だ、つまらないテレビ番組に手持ちぶたさになった俺はスマホを実況撮るよ通知が届いており、ツイティック、まあ、ツイッターみたいなもんかな、半角280文字で短文投稿できる SNS と、共通の趣味を持つ遠くの人とも簡単にし、ああ、これはダイレクトメッセージでエロいことしてるぞこいつ。おい、お前最低だな。現実世界に友達の少ない俺は大変重宝している。ちょ、やめろ、ルハンってやつから DM 来てる。自由な指先でルハンのメッセージを開いた。カノさんのシチュエーションボイス聞いた？そう、俺とルハンの共通点はカノだ。うわ、裏切り者。趣味でゲーム実況等をしている配信者で、俺がカノについてつぶやいたのをツイティックの検索からルハンが見つけてくれた。癒し系のこいつと可愛いリアクションを武器に配信をしている。ちょっとそういうの明文化するとすごい上ってなるからやめろってそれらの印象とは裏腹に中身はしっかり者の、おお、なんだ、うわ、なんだこいつ、マジ、んー、うわー、ちょっとやめて聞いていて安心感があるトークも魅力だ。見た、最高に可愛かったよなと
昨日公開された関西弁彼女と寝落ち通話という動画だった。 ASMR じゃん。電話をしている設定でデートの約束をしたり愛を伝え合ったりしたり、彼女の昨日こあーお前黙ってんな絶対。飛びに来ているあたりリスナーはみんなこういった動画が大好きなのだろう。わざわざ動画を見なくたって本物の関西弁彼女が目の前、わー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 、これやばいわ、これこの発言がインターネットに出たら君は一体どうなる。あ、おい、マオだこいつ、やめろやめろお前。どちらかといえば恥ずかしがりな音楽を撮っていた姿の、わーこれもう最悪の最悪、これな、声優の旦那さんとかがやるやつ。高嶺の花の彼女と俺がどうやって知り合ったのかというと、お、返信して間もなく再びルハンからリプライ。こんなにリプ早いの珍しいね真央くん。ちなみにだけど俺の明日の13時俺との約束忘れてないよね。明日忘れてんじゃん。少し前にオフ会、お前さ予定表は書いとけよ。そこはダメだよ。そんな話はしてないのでむしろ覚えてるよと。これどっちだろうな。覚えて、悩ましいな。会いに行った方が面白そうだな。覚えてるよ。どこ集合だっけ。やっぱり忘れてるじゃん。あ、端子は腹立つわ。詐欺中宮、詐欺の宮かなの南口、どこ住んでんだ。確認してたから明日どうなってた。大体忘れてたならリプ見直せばいいのにさ。あ、悪いな、めんどく、うわ、クズ、カス、ゴミログも見れねえのかこいつあ、ま、明日楽しみにしてるよ。気さくなやつで初めて話した時から人懐っこい印象。ましてや2人だけでオフ会をしようと思ったのかは謎だが、俺の方もやつのことは嫌いじゃない。初会う感じか。さ、マオくんご飯できたよ。お、うまそう。いつもありがとう、カノ。カノってハンドルネームで呼ぶんだ。カノってハンドルネームじゃないのかな、本名なのかな。カノの用意してくれた食事を済ませると早々に寝ることにした。はあや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 あ、これ主人公のマオは実況してないのかな。これ大宮とか違うか。詐欺中宮、詐欺中宮駅本当にあるのかな。ないか。この辺りに立っていれば声をかけてくるはず。あー寒いな。だんだん寒さが身にしめ、冬なんだね。クシュンと一つ大きなくしゃみをして鼻を吸った。毎晩のようにダイニングテーブルで寝てるせいか、なんでなんで、あー、なんか 見ながら、あー、これルハン女だわ。ごめん、俺ルハン女だと思う。あのルハン女やー。両手をすり合わせてさすっていると一人の少女が話しかけてきた。セーラー服を着ているところを見ると女子大生のようだ。女子高生、真央さんですか。え、この女子高生は俺の名前を知ってるんだろうか。うわ怖いな。なんか駅で人待ってたら真央さんですかって声かけられるの、ゲボ吐くかもしれない。うーって。俺が今日待ち合わせしてることを知る人間は一人しかいない。ということは君がルハンなのか。いや男だと思ったわ。ルハンはあっけに取られてる俺を見て少し恥ずかしそうに肯定した。お前男じゃ なかったのかよ。今まで男だと思っていたルハンが実は女だったとは。男だと思ってて女来たらめちゃくちゃテンション上がりそうだな。あまり気乗りはしなかったがここへ来てみて正解だった。彼女はカノと比べてしまうと未明を取っていたもの。なんちゅうなんこれ、江戸か。未明を取っていたもののみたいな独特のほのぐらい魅力の持ち主だった。泣きぼくろが妙に色気を放っている。エッチチポイントですねこれは。嫌いじゃないなんだこいつ一人称が俺だったし、カノのことが好きだっていうから男だと思ってたよ。騙していてごめんなさい。どうしても会いたかったんです、あなたに。俺に、ルハンは俺のことが好きなんだろうか。うわ、自意識過剰だけどこの展開はもうそれだよね。俺のこと好きなんかな。おうおうおう、それなら執拗に俺を遊びに誘ってきたのもうなずける。マオさん、パンケーキ食べません？おしゃれなカフェ。おお、やばいぞ。これは Twitter に書く気だな。デートみたいだな。俺は誘われるまま彼女についていった。いいの？これ。だって彼女いるじゃん、君。ねえ、マオくん、ちょっと。おしゃれか？前衛的すぎるな。なんかあの、都会にあるマックみてえな。あまり食欲を催さないよね。紫色って原色、原体色なんて言うんだっけ。飯食えなくなる色だよね。いかにも女子高生が好きそうなカフェで俺はルハンと ひときしきり喋った。おとなしい印象を覚えたものの、やはりカノとの、カノという共通の話題から会話には困らなかった。はあ、だいぶ長い時を過ごしたな。あ、これしたな、したな、これな、このまましたな。おい、あ、してなかったわところでルハンはどうやってカノを知ったんだ。
カノさんは私のゲームを好きなゲームを実況してて、まあそうだよね、だいたい導入ってだいたい、あ、俺このゲームやったことあるわ、ちょっと見てみるかが初めてが多いよね。人聞き惚れ、そんな感じ。はい、はは、人聞き惚れか、ふふ。私こんなに人と喋ったの初めてかもしれません。それはやばい、女子高校生にもなってインターネット初対面の人より喋ったことがない人がいるのはちょっとやばい。どうしてなんだろう、マオさんには何でも話せる気がする。あーあー、こいつはもうしまいよ。ルハンは心底楽しそうに頬をあからめて吐露した。なんて楽しんでるのは私だけですよね。わーわー、やめろその会話。そんなことない、俺も楽しいよ。きっと二人の相乗効果だ。俺は努めて優しい表情を作った。ふと窓の外を見ると夕方にもかかわらず空はすっかりと暗くなり、冬の寂しさを物語る。おお、暗く、おい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 、もうお願いしますだよ、対戦お願いし、対おねあ、街の明かりを眺める俺を見てルハンがつぶやいた。そろそろ帰るか。未成年のルハンを気遣うが声をかけると彼女は口をつぐんでしまう。どうした。あ、マオさん、あ、カノさんはね、私の命の恩人なんです。なんでなんで。ルハンはこくりとうなずいた。こんなことを今日初めて会った方にお話しするなんておかしいって分かってるんです。だけど見てくれますか。そう口にすると手首に剥がれていたテープのようなものをゆっくりと剥がした。ファンデーションテープって言います。結構目立たないでしょ、初めてテープの存在を認識する。薄大体色のテープを剥がした肌には、線状にいくつものケロイドが出てきた。ああ、そうか、あれか、リストカットの跡だ。なるほど。でそれでカノちゃんに出会って生きてもいいなってなったのか。中学生の時からでした。自分に価値がないと思って手首を切りました。こんなに可愛いのに。憎い自分自身を罰することで私にはこの痛みがふさわしいと安心をする。へえ、そういう思考回路なんだ。痛いですよもちろん。そんなのどうだっていい。私のことなんて世界は人は誰も何とも思ってない、分かろうとしない。それが私の生まれた場所だった。はい。だったら私だって自分の声に耳を貸さない。貸したれよ、自分は一番自分の味方ぞ。自分の悲鳴になんて興味もない。そうすれば私もみんなと同じ、みんなと同じ場所に生きる人間になれる。リストカットは私の唯一の世界とつながる方法でした。はあ、なんと返せばいいのか分からずにいた。彼女の行為は決して容認していいものではない。けれども俺のような部外者が頭ごなしにその救いを奪ってはいけないような気がした。なのに人とつながりたくて切るのに、私だけがこんなに痛いなら世界なんて。おーおー、どうしたどうした、これなんかもしかするとあのだるまみたいなやつが出てきて、君たちには殺し合いをしてもらいますみたいな物語の導入みたいになるか。無人ばっかでぐちゃぐちゃで、最悪の時にカノさんと出会いました。カノさんの声を聞いてる時だけは嫌なこと全部忘れられる。うわー、これなんか言われたら嬉しいな、実況者的には。まあどうなん、わかんねえけどなんか魔王の実況見てると元気出るよとか言われると、本当かいとかなるけどさ、そうするとどん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 下ネタが言えなくなっていくんだよね。不思議だよね。私がもう少し生きていてもいいかなって思えるのはカノさんのおかげ。そうか、俺の知らないところでこんなにもカノを必要としている人がいる。なんだか誇らしい気分だった。これはあくまで俺の一意見なんだけど、自分だけのことを考えると世界なんてどうでもよくなるんだ。長くても数十年しか生きられない場所がどうなったっていいって。おお、魔王も結構破滅的な考え方を推進してるね。でも自分以外に愛する人がいると世界が平和であってほしい時間が増えて、自分が死んだ後にも世界が平和であるように願う。命にはそう思わせる力がある。いいこと言うな魔王な。だからどんな形であれ俺は君が今生きていることが嬉しいよ。おい魔王、イケメンかな。きっとカノもそうだ。偉そうなことを言ってるのは分かっていたが、これだけは伝えたかった。命はどんな理由があってもたっ飛ばれるべきなのだと。たっ飛ばれるって俺生きてきて一回も言ったことねえな。じゃあ真央さんもその愛する人になってくれますか。あ、私の愛する人になっ、あ、帰りた、あ、か、あ、ねえ、か、あ、あ、息を飲んだ。その一人あまりにも必死だったから、あまりにも何か訴えかけてきたから。この女の子忘れないで。お前忘れてたのかよ、短芝で笑って書いてるからな。ルハンという波が一瞬にして俺を巻き込んでいく。俺は、おい一択やめろ、一択じゃねえかお前、一択、お前一択じゃねえかよ、お前、お前一択じゃねえかよ、お前一択じゃねえかよ。選択肢はない、あるよ。俺の脳は彼女を自分の手の内に収める欲求の目で抑えて。この
なんだこれ、ビジネスホテルか、ラブホ感ないぞ。このビジネスホテルだとこうやって机が置いてあるやつは誰が座るんだっていう椅子。本当に良かったのか。何が、いや、そのしどろもどろになると彼女はクスク、今クスクスが別の文字に見えました。私お薬飲んでるから大丈夫。そうか。あ、お前すげえな。もうすごい。突然のことで避妊具持ってるホテルのアメニティも彼女が嫌たまかったまえた。いや、嫌がんなよ。なるほど、そういうことだったのか。なるほど、そういうことだったのかじゃねえよ。わあ、私の中あなたでいっぱいだ。すごい、ありがとう。私すごい幸せ。こいつどうすんのマジで。こいつどうするつもりなの。彼女を強く抱いてそのまま朝を迎えた。すごいな。なんかものすごい偏見のあるツッコミを言うけど、なんか少女漫画ぐらいのスピード感でいたしたな。え、自宅じゃないこれ。おこだよ。カノの部屋に帰ると彼女は無言で俺を迎え入れた。ただいま。真帆くん、どこ行ってたん。どう答えようか。これすごいな。156キロ、大谷翔平しか投げないよ今みたいなストレートは。電車で寝過ごしたかな。顔やべ。え、そう、わかった、そういうことにしておいてあげる。え、カノはニコリと微笑むと部屋の中へ入っていった。え、やべえよ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 。え、大丈夫かこれ。大丈夫か。絶対大丈夫じゃない顔してるんだけど。真っ暗な部屋の中、光は真央のスマホから漏れるブルーライトだけだった。暗証番号は0802。こいつ8月2日生まれだぞ。彼がロックしてるを解除してるところを覗き見た。それがどんな数字なのか知らない。たびたび不審な交流はないか、こうしてスマホをチェックしていたが、ルハンという人物は完全にスルーしてしまっていた。男だと思っていた。昨日も外出を許したのに。マオのアカウントからルハンにメッセージを送る。明日の19時、詐欺中身屋駅前に来れるか。真夜中だというのに返信はすぐだった。この時間に起きてるような女はきっとまともじゃない。やべえよやべえよ。大丈夫です。嬉しいです。女であることを明かしたからか、今までの口調や絵文字が変わっていて、おかんがした。彼に近づくために男のように振る舞っていたのだろう。もう性別なんて関係ない。マオに近づくものは全て敵だ。明日待ってるよ。ルアンにメッセージを送ると、ダイニングで眠るかマオの肩に毛布をかけ、うわ、怒りがそっちに向かないんだな。自分のベッドへと向かった。やべえよやべえよ。え、これどうなるの、どうなるのこれ。あ、私は約束の時間より少し早く駅に着いた。え、ていうかでもいいの、憧れの人ぞ。連絡手段はなく、ルハンを見つけることができるか心配であったが、運よく待ち合わせらしき女は周りに一人しかいなかった。ゆっくりとそちらへ向かっていく。一歩、また一歩、そして顔を上げた少女と目が合った。え、ルちゃん、知ってる人、カノさん。え、どうしてここ、衝撃。ルーが、あんたがルハンなん。え、その名前なんで知って。ルーは私の友人だった。配信を始めて間もない頃、ルーも配信をしていて、ゲストとして呼ばれたことから仲良くなった。その後ルーはすぐに配信を引退してしまったが、定期的に会う仲は変わり、そのルーがルハンなのだという。信じてたのに。違う違うの、これはカノさんのために。カノさん、え、どういうこと。何言ってるかわからんわ。あんまり騒がんといてくれへん。みんな見てるやろ。促すように周りを見るや、視線を覆っているルルーも周囲に目を向ける。大声でざわついた通行人がこちらを見ながら私たちを避けるように往来していた。やべえよやべえよ、そんなことあるんか。ここやと落ち着いて話もできんし、私の部屋で話。ああ、三つどもえじゃん。三つどもえ、あのゆるふわギャグ漫画。おお、これはマオとかいうクズはどうするんだこれ。おすまし顔でよくいられるなお前な。カノが出かけてから小1時間ほど経った。玄関の開くドアが聞こえてカノが帰ってきた。お邪魔します。あ、部屋に入ってきた顔にも見覚えがあった。ルハン。ビビビン。ルハンは俺の顔を見るなり心底驚いたように瞳を悪くさせた。どうして
どうして三ずくめのどうしてだな。ルハン君って女やってんな。ルハンはカノの後ろで静かに顔を落としていた。ルハン、ルハンに誘われてさ、その子が俺を無理やり誘って、それそうよ。おお、どうしたどうした、私が誘った。おお、騎乗、私自身の目的。え、俺とカノは一斉にルハンへと視線を向けた。何、目的、何の目的がある。声を荒げるルハンに俺は呆然としてしまう。認めるんやね。カノはルハンの腕をしっかりと掴んだままキッチン、ああ、いや、待って、騎乗包丁だよね、そうだよね。俺はその場から動けなくなったが、カノは自らこちらに近づいてくる。包丁を俺に手渡した。やって、ルーちゃん、わできるやろ。カノさん、いや、話し、やだやだ、発狂、恐怖で発狂して、しだしてしまうルハンの口をカノが、やらないと二人ともここで死ぬことになるんよ。自分の立場分かってる。やべえよしか言えねえよ。なんだこれ、すげえな。頼む、助けてくれ、スカットジャパン。第三者のなんかよく分からんやつにスカッとする一言言って、どうにかしてくれ。いくら男の人やからって鎖につながってる今の状況じゃ抵抗なんかできっこないってこと。俺はちょっと待って、ダメだって、無理、できない。俺は差し出された包丁を握りしめたまま訴えた。何言うてんの、浮気した事実はもう変わらんやん。消してくれんと、この子を目の前から消してくれへんと。カノだって忘れられへん、消したら忘れられるのかい。泣き出しその場にしゃがみ込んでしまった。カノの腕から解放されたルハンは荒い呼吸をしながらも逃げようとはしない。おい、ルハン逃げ、カノさんのためだった。うお、このクズを奥さんと別れさせるつもり、奥さんな、あ、え、ちょっと待って、情報硬すぎる。私一人で実行した。はカノさん、もうこの人をこんな風に捕まえてたなんて思わなかったから、ごめんなさい、ごめんなさい。人のものに手を出すなんて私最低だ。そんなことない。え、あんたは知らんかってんもん。はそう、あの時の私と同じように。どの時の、ん、待って、真央って奥さんいるの。ちょっと待って、おい、山盛りなのよ情報が。あ、なんか、あ、嫁おかえりなさい。あ、ただいま、ご飯準備するわね。おお、すげえ。さて、最近お気に入りのカノちゃんから返信は来てる。私が事務所ですか、私のお話を伺ってから決めてないので。VTuber ディムトのスカウトと偽って近づいた甲斐があった。うまく騙されてくれた。それじゃねえ、こいつなんなん。やば。俺と付き合ってくれないか。え、これあれじゃん、ツイッターにカノちゃんが VTuber の事務所だったって伝われた何々さんからこんなようなって言ってツイートしてファボリツがいっぱい来るやつじゃん。事務所に入れるって話が長引いてしまってるのにこんなこと言うのは良くないかもしれないが、君を話したくないんだ。公私ともに支えになってほしい。はい、私も真央さんのこと好き。いや、顔が整ってると話が早いですね、真央さん。ねえ、この嬉しい、ありがとうございます。やべえよ。真央くん、どうして週末は会えへんの。仕事はお休みやろ。あ、ラブホ使ってる、同じラブホ使ってる。何か事情でもある。もうこれ以上隠しきれないな。悪い、カノ、俺結婚してるんだ。だって付き合おうって真央くんから言ってきたんやろ。そうだけどさ、隠しておくつもりだったんだよ。それをカノが何度も聞いてくるからもうわからか。すげえ、中連ポートぐらいクズだこいつ。そんな浮気してたってこと。いや、結婚してるってことは私が浮気相手、私が、そういうこと、ごめんな。それでもまだ付き合っていたいなら連絡くれよ。じゃあな、強い、ムーブが強い。私が浮気相手だった。え、待って、これ奥方を殺さん、これこの流れ奥方を殺さんか、これ。はえ、何それ、ひどすぎる。
私の大好きなカノさんをこんなに傷つけるなんて、そんな男だったって分かってよかったじゃないですか。もう忘れましょう。無理や、ほんまに好きやったもん、今も好きやもん。はあ、できることなら前みたいに戻りたい。奥さんがいなくなり、いないマーク。はあ、マオって名前にしなきゃよかった。頭が痛え。まだ連絡はしてないんですよね。うん、でもダメ、絶対にしちゃダメです。カノさんも一人のものになる気がないなんて、そんなクズを、カノさんの近くにいる資格はない。私だってそんな奴にカノさんを渡したくない。だけどもだっけど、それがカノさんの望みなら、私がカノさんを幸せにしてみせる。あいつと奥さんを別れさせよう。そうだ、あいつの浮気の証拠を奥さんに突きつけてやる。楽勝じゃない？おそらく。あ、で接触してきたんか。はあ、なんだこのすごい気になる、なんだ、なんとかダンディズム。なんだこれは。高崎じゃん、これ。あれか、群馬の方か。ん？群馬？栃木？栃木か、高崎は。久しぶりにカノから連絡が入ってる。お久しぶりです。やっぱりあなたが忘れられません。また会いたいです。わーわー、女って本当にちょろいな。やべえよ、俺もだよ。ふふ、嬉しい。あ、びっくりした。ちょろいなって言った後、自分に対して俺もだよってツッコミ入れたのかと思った。あの、今から会えませんか。事務所の近くまで来てる。事務所の近く。俺、実際に俺が勤めていたところではないけれど、最寄り駅は隣なのでそう遠くはない。事務所を出て左に小さな裏路地がありますよね。裏路地を通ると喫茶店が見えてくるんです。そこで待ってます。はあ、なんか初対持ちがこのすんげえしょぼいパーカー着てんのも、なんかこれ、あれ、パーカーになんかちょっと色ついてるの、これ汚れなんかね、それともなんかあの宇宙っぽい感じを出してんのかね。裏路地ってここか。ここやばすぎるよ。バイオハザードしか見たことねえよ、こんな裏路地。室外機でここめっちゃあったかそうだな。ずいぶん暗いところを歩かせるんだな。既婚者であることに気を使ってんのか。やるじゃないか、カノ。なんだこいつ、待ってろ。おい、こいつ絶対興奮してるぞ。あがな、頭が痛い、耳鳴りがする。誰かにな、あー、それで冒頭に君が悪いんやで、ね、マホくん。はあ、記憶失ってたので、ここに至るの。思い出した、全部思い出した。俺を殴ってここまで連れてきたのは、なんかすげえな、全員が全員。残念やな、ずっと二人で幸せに暮らしていけると思ってたのに。ごめんなさい、ごめんなさい、ルーちゃん。もうええ、怖い思いさせてごめんな。逃げて、私がルーちゃんを本当に殺してしまう前に逃げて。強い。魔獣化が進んでそう、体の。涙を流したまま外へと飛び出していった。真央くん、外すね。俺の首につけられた、首はつけられてたんか、なんか鎖とか言ってたもんな。ワンワン、床に打ちつけられ金属音を響かせた。マオ君も逃げて、警察にでも何でも通報して。俺は、いやいやいや、ここで逃げたら、いやでもどうなんだろう、クズは逃げるだろうな。ちょっとクズルートで行ってみましょうか。悪かったかの、全部俺のせいだから、自分を責め、おお、なんだこいつ、こいつ、こいつ殺されるべきだろ。法が許すならば必ずに殺されるべきだろ、これ。部屋を出て玄関を閉めた。住んでいた自宅はどこだったろうか。自分に問いかけるが、記憶がなくても体が覚えている。ある場所へ足が自然に向かっていく。走れ走れ、俺の家族が待つ温かい家、お前は幸せになっちゃダメだぞ。お前ダメだぞ。はは、気がつけば俺はある一軒家の前へ立っていた。表札を見て、そこが自分の持ち家であること、持ち家って言い方もどうなんだ。鍵はなかった。インターホンを鳴らしても応答はない。妻は外出、あ、玄関に手を開けるとドアが開いた。失踪した俺のために鍵を閉めない習慣でもできてしまったんだろうか。それにしても不用心だな。中へ一歩踏み入れると、そこには、ルハンさん、帰りなさい。血まみれになったルハン、損壊した肉片が落ちていた。ひっ、ねえ真央さん、あなたがここにいるってことは、カノさんのことまた傷つけたのね。奥さんを選んだんだ、かわいそうに。真央さんのせいで奥さん、ただの肉の塊になっちゃったよ。初めからこうしておけばよかったんだ。回りくどいことをしてごめんなさい、カノさん。おかげで私のお腹には、私とカノさん二人の子供ができたの。おお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 お、そういうことか。お腹の子気に入ってくれるかな。気に入ってくれるよね。一度は愛した男の血が混じってるんだもの。やべえ。あう。
俺はあまりの光景に呼吸の仕方を忘れうめくしかなかった。もうあなたもカノさんには用済みよ。ここからはカノさんのためじゃない。私のただの妬み。それから私の二人とお腹の赤ちゃんの幸せのために死んで。あ、マオ死んだ。マオが死んだ。やべえ、やべえ、やべえ。はあ、なんか最初ルハンのこと女だって気づいてフフって思ってたら全然カンパできんかったわこの展開。はあ。ん？赤ちゃん育ててる。池袋組んだり。よしよし、どうしたのひなの。夕刻の街、泣き声がした方を見ると父親らしき男性にあやされる赤ん坊が目に入った。ふと隣の彼に目を配るとやはり同じ方向を見つめている。コナタ。ねえママ。なにコナタ。どうして僕にはパパがいないの。それはね。コナタ、かわいい。寂しげに眉を下げてこちらを見上げてくる。彼の頬を慈しむように撫でた。大切なものを大切であることを知っているのはいつも持たざる者の方だ。そんな皮肉にもいつか気づく時が来るのだろう。けれど今の彼には少し難しいかもしれない。コナタが、コナタが大人になったら全て包み隠さず話すわ。僕が言えたぎりじゃないんですけど多少包んだ方がいいかと思います。あなたのパパの罪、あなたのママの罪、そして私の罪についてよ。嫌じゃない、おかんの罪の話されるの。はあ。トゥルーエンド、引き継がれる罰。これトゥルーエンドなんや。はあ。引き継がれる罰？なんか意味深じゃない？大丈夫かそれ。大丈夫かそれ。大丈夫か。終わったー。はあ、なるほど。なんかゲーム実況要素はそんなになかったけど。ゲーム、すごいな、やっぱすごいな、なんかもう、どこに怒られるかわからんから、もうすごいな、以外の感想を今、5個ぐらい出たやつ全部引っ込めたわ。へー、なるほどな、ようできとったわ。てか、選択肢めっちゃあったな、これな。ちょ、分岐気になりますね。分岐気になります。はあ、なるほどね。他にもエンディングあるっぽいな。スペシャルサンクス、プレイしてくださった皆様ありがとうございますあ、キャラボイス先行実況配信。ああ、なるほど、提携されてたんですね。はい、フィクションでございますからね皆さんフィクションオブザイヤーでございます。はい、はあ、なるほどね。はあ、面白かった。これ分岐しそうだからここでじゃあこの場に留まってみるか。俺は逃げない。カノがこの手を離しても俺は逃げたりしないよ。どの面下げって言ってんだこいつ俺気づいたんだ、世界で一番大切な人はカノだって。やっと気づいてくれたんやね、嬉しい。それじゃあ私だけの、私だけのものになってくれる。これどうしよう、首だけ保存するパターンかな。ああ違うよ、信じてくれ。今度こそカノを離したりしない。ふふ、この後に及んで信じてほしい。本当に真央くんってダメな人。おいおいおい、このセリフ単体では言われたい。でも大丈夫、この痛みに耐えてくれたら信じてあげる。ああ、死ぬんだ俺は。顔面が包丁を切り裂いた。うわあ！何度も何度も傷をつけてくるように。さ、ごめんな、痛いよな。ああ、マオシ、マオシ、これで、これ、でもこれでマオ君は私のもの。こんな顔の君を愛せるなんて、この世に私だけなんやから。これ一生仮面つけて暮らすタイプのやつだ。幸せにしてあげる。ありがとうございます。あ、怖い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 、声でけ。マオ、マオ、バッドエンドに計画的依存、計画的強依存。はあ、これオフ会行かないとどうなんだ。まあいいか、よく覚えてない、特段大事なようでもないんだろう。さ、マオくんご飯できたよ。おいしそう、いつもありがとうカノ。いつもじゃないんだなこれ。だから
頭ぶん殴られて連れてこられてるわけだから。あら、はい、はい、はうわこのリンゴは一人で食べたいな。おいしい？おいしい？あ、おいしいです。ありがとうございます。あ、おいしいよ。カノが作ってくれるから何だっておいしい。君は一人じゃご飯食べられへんから。はい。これからもいっぱい食べさせてあげるね。どういうこと？あ、俺が身につけている首輪にはしっかりと鎖がつながっている。外の世界は危険だからとカノが言ってた。これからもよろしくなカノ。え、うん。え、怖え。ハッピーエンド。何も知らない。ハッピーエンド？あとなんかね、バッドエンドが一つあるらしい。バッドエンド 1,2 とトゥルーとハッピーエンドも見たから、どこかな、ルハンをかばうとこかな、それともでもルハンは抱いちゃってるから、どうやってもルハンちゃんは抱いちゃうだろうから、そしたらルハンを刺すのだな、ここだな。刺してみましょう。わかった。カノから包丁を受け取るとルハンの腹よ、その切っ先を突き、うおー、ルハンの腹部に思い切り包丁を刺した。うおー、嘘だろ。いやーすげえ。急に鋭角、ギュンギュンギュン。ああ、体が震え出し手を離す前と必死に包丁を握りしめた。同時にルハンもその体を保っていられず、腹へ突き立てた包丁をするりと抜くように床へと倒れた。おびただしい量の血液が床に広がっていく。だんだんと生気のなくなっていく彼女を見て、彼女が一つため息を吐く。え、これサイコパス診断的に言うと床汚しちゃってとか言うんじゃない？お掃除大変やな。合ってたね、真央くん。カノは優しい笑顔を俺に向けた。終わった。バッドエンド1、貫いたクズの末路。貫いたねクズね、貫いたねクズね。よくルハン会うとき首輪外してくれたな。はあ、なるほどね。はあ、面白かったです。ありがとうございました。